中の頭角が柳里を持ちまして自分の名前高橋といいます。どうも、今日なんですけど、まあこちらなんですけどね、ずっと冬眠させてて、冬眠させてる頭部が眠ってると。で、状態の方ちょっと見ていこうかなと思います。で、冬眠中に落ちてしまうってこともあるそうなんで、私亀飼育5年目で箱亀飼育1年目なので、1年生ってことなんでね、まあ諸先輩方、箱亀飼育亀飼育詳しい方いたらね、またコメントでちょっとこういう飼育まずいんじゃないかとかいろいろ教えていただけると嬉しいかなと思ってるんですけども、ちょっと見ていこうね。ちょっと水飲ますか。来てるかな。ずっと寒かったけど、ここのとこあったかくなってきてね、この間雪が降って本当にここ部屋の中が1度2度2度ぐらいでもう本当に寒かったんだけど、最近昼間とか10度超えてね、あったかいからちょっとずつ目覚めてきてると思うんだよね。で、この間水変えたら知らん間に出てきて、この中汚れてたから水飲みに来たみたいな感じでちょっと動いた形跡も、あ、ほらおるおる、あ、大丈夫そうだな。よいしょ。あ、寝てるな、完全に。冷た。ちょっと水飲まそうか、ちょっと心配だな。まあちょっとごめんね、ちょっと水飲め、ちょっとごめんね、ちょっと良くないかもしれない。ちょっとなんでやってる方おる、ここにおるわ。なんでこんなことやってるかっていうと、インターネット、ツイッターとか見てたら、その冬眠させてる間に落ちてしまった個体がいるとか、やっぱり体調不良とかね、あるから。大丈夫かこいつ、あれ、ちょっと待って、あ、動いて動いて、よかったよかったよかった、息はあるな。とりあえずちょっとごめん、ちょっと軽く、もう一匹ここにおるわ、頼むよ。大丈夫だ、ちょっとね水を飲まそうと思います。大丈夫かな。ちょっとだいぶ本当にあったかくなってきてね、あのちょっとどういう状態か、まだ寝てるような状態だと思うんですけど、ほぼ冬眠中水分取ってないと思うんだよね。いつから冬眠してたっけ。12月からだからもう丸3ヶ月あんまりほとんど水を飲んでないような感じがしますね。で、こっちも冬眠させてるんですけど、ほぼここの水変えなくてももうこの状態がずっと続いてて、たまにちょっと減ってたりするときは変えるけど、ほとんど水飲んでないんですよ。で、こっちもいるんで後で見ようね。で、ごめんな、ちょっと夜だから見づらいかな、ごめんね、ちょっと顔見せてね。あ、寝とるな、ごめんね、叩き起こしてちょっと不安だったので。もう目開いたね、目開いたね。頭部箱がね、3匹です。メスメスオスというんだよね。ちょっと軽く水を飲んでもらう。いきなり水の中入れられてびっくり。あ、でも動いてる動いてる、ほら、あ、動いて動いてた、ほぼ寝てたね。あ、でも目覚めてる目覚めてる。ちょっとこのね、飼育1年生なんで問題もあるかと思うんですが、大丈夫だね、だいぶ弱ってんじゃねえかと思って、まあじゃあもうちょっと綺麗に洗って軽く水を与えます。大丈夫かな。ちょっとこんな感じで、あ、やっぱ生きてるね、よかった。もうこれでね、なんかね、その冬眠明け、箱亀飼育とかしてる人にちょっと聞いたらね、その冬眠冬場の間にそのまま寒すぎて落ちちゃったって答えが出たりするって聞いたんで、ちょっと不安だったんですけど、大丈夫そうだね。まあ屋内だからね、まあでも夜になると2度とかになってたからね、エアコンかけてなかったから、ずっとこの部屋はね、まあ外とあんまり変わんないぐらいめちゃくちゃ寒かったんだけど、まあこいつらさ、寒い時水なくてもいけちゃうんだね多分。
だってほぼ水飲んでないんだよ、この12月ぐらいから12もう11月ぐらいに餌やり止めたから11月下旬でね、で12、1、2ともう3ヶ月ほとんど水を飲んでない、1回ぐらいちょっと飲んだかなっていう感じがあったけど、でも余裕で生きちゃうというか、夏はやっぱりね水分不足で冬が寒いから活動を止めて、まあ、今外気温がねこれ12度、でも10度ぐらいあるわ、これ外気温10度ぐらいあって12度あるかな、だからちょっとずつ目覚めてくるかなと思ったけどまだ寝てるね。よかったよかった、ちょっとだけ水を飲んでもらって元に戻すと、また寝てもらおう、まだ寝るなこれ。うん、眠りに餌食わせなくていいと思うんですよね、やっぱ温度が上がってきたら徐々にあの餌を汲んで、こんな感じでこっちにもいるんだよ、これもねほぼずっともう12月頭から、餌あげてない、今日はもうあれいるね、これこれ飛ぶ箱がめです、ちょっと水飲ましてみるか、大丈夫か、少しだけ ちっちゃいね、その室内トーバーコガメに関してこいつは冬眠させて、まあ冬眠っても部屋の中だけどね、こんな感じでずっと餌食ってなくて、部屋買いしてる個体はね餌食ってるから大きさが追いついてきてるな、あいつら、あいた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 、よしよし、しまった、無事そうだね、もう一匹いる、軽くちょっとね、まあ本当は触んない方がいいのかもしれないけどどうなんだろうな、まあ、ここに水置いてあるからな、あ大丈夫だ、生きてるわ完全に、これ頭部箱がね、うん、ちょっと寝てるな、でこいつはオスで、不思議なのはこれね、兄弟なんだよこいつ、兄弟なんだけど同じ環境で飼育してるのに、これ見て甲羅低くないこいつ、だから遺伝的にちょっとこいつは扁平っぽい、これね兄弟だから、でこいつはなんか甲高高高ね、ここへこんでる、多分オスだと思うけど、コウダカオス、ただ模様はこっちの方が綺麗、今のところは綺麗だね、また変化してくるんですけどね、まだ2歳なんで、うん大丈夫そうだな、よかった落ちてなくて、これでねあれっつったらピクリともせんかったら、なんとか意識はあるな、ということで今回は冬眠させたトーバーコガメがね、無事にしてるかどうかで、ベランダにね三つ指ハコガメとか日本シロメとか大量にいるんでね、まあ彼らも無事、まあ、全部チェックできてないんで、まあ、冬眠うまくやってくれてるといいんだけれども、ということでまたねカメの動画いろいろ出していきますんで、まあ、カエルとかの動画も今後出ていきますんでね、またコメントで応援よろしくお願いします、それではまた、まあ今こうやってね冬眠してたら雨が降ったっていう設定でいいでしょう、あんま神経質になりすぎてもねうまくいかないから、ちょうどいい塩梅で気使ってあげるのがねうまく育てられると思います、見た目かトーマコガメの父ちゃん大丈夫だね、まあトーマコガメやっぱ温度が下がるとこうやって自然界でもね動きを止めて土の中に潜ってじーっと暖かくなるのをね待つんだろうね、で暖かくなったらまずは活動して餌を食うと冬眠できる、素晴らしい、で今年はこれ部屋の中だけど来年は、冬眠っていうか外でね春までにね東部箱亀飼育場って庭に作って、この子らは庭で放し飼いしようと思います、でまだこれ去年産卵しなかったんで、これメスメスなんだよ、でこいつは産卵経験ありだけどまだ無精卵の1回だから、もうこいつも産む状態
でこいつと交尾してくれてると思うんで、常に一緒にいるんでね、まあ、何度か交尾してるのも確認してるので、この子も今年産んでくれるといいんだけどな。卵があるかどうか分かんないですけど、まあ、今年ちょっとね、トウバコガメが増えてくれればいいかなと思って。